アップサイクルのデザイナーをしてます。アップサイクルっていうのはですね、使わなくなったものをですね、また新たな命を吹き込んで商品にしていくものですね。九州リースサービスプレゼンツストーリー、未来に残したいふるさとの風景。仕事の方はですね、本日から復帰になるんですけれども、あと出産を2ヶ月前にして2ヶ月後から復帰してます。今はタイピンとカフスのセットを作っているんですけれども、金属の精密機械の部品のタイピンカフスセットと、あと金属の削りくずで出てくる金属の切り子のタイピンとカフスのセットを販売しております。もう捨てられるものなので、廃棄されるものを、素材を作るってなると、新しい問題を解いてみたいに言われたような、こうワクワクした気持ちになって、すごく楽しいです。リサイクルとか同じものによみがえらせるっていうのはあったんですけど、アップサイクルっていうですね、価値を持たせて商品にしていく、できればお母さんやお父さんとこうペアでできるようなちょっとしたアクセサリーも作っていきたいなとは思ってます。私が未来に残したい風景は小松神社です。昔はですね、弾み屋参りに来る人も多かったみたいです。まだ子供たちはちょっと小さいですけれど、やっぱりこう私たちの作ったネクタイピンとかカフスで成人式とかお松神社に来てくれたらいいなと思ってます。